小林ワーク風、ゲストは前回に引き続きこちらの方です。はい、皆さんこんにちは、田村敦史です。よろしくお願いします。さあさあ、前回はだいぶ広い範囲で敦史の話を聞かせてもらいましたが、今回はピンポイントに聞きたいものがあって、何でしょう、うん、前回趣味あのバドミントンね、いろいろ話してやりたいと言ってたんだけど、うん、その一つ上の趣味に、はいはいはい、靴そうなんで、ね、って実は書いてあったんですよ、うん、それについていろいろ聞きたい。はい、話しましょう。お靴ですか。靴です。まあ靴って言っても革靴とかはそんなに持ってなくて、メインはスニーカーかな。はあ、もうそれは、履くのが好きなのか、もう収集して、もう見てるのが好きなのか、いやー、場所とお金とが許せば飾りたいとは思うけど、基本は履かないもんは買わないようにはしようと思って、うんうん、もうね、スニーカーって多分皆さんそんな知らないと思うんですけど、うん、あのもうね、月にね、何十足も新作が出てる、はい、年間何百足と新作が出てるから集められない、うん、もう無理、本当に。そっか、うん、だからもう自分で履くって決めてる、うん、そしてあの靴の棚の中に入る、うん、数だけ買うって決めて、そうそうそう。え、じゃあ今ちなみに何足ぐらいあるの？あのね、多くはなくて、絞りに絞って20ぐらい。でもあるよね、20ぐらいぐらい、ぐらい。いや、それ以上はもう置けないし、もうダメだと思う部分もあって、本当にピンポイントで選びながら買ってる、うん、え、そもそもその靴にハマったきっかけって何だったの？いや、何だったの？いや、なんか本当にもうね、十何年前とかに、うん、たまたまちょっとスニーカーを、うん、あ、新調しようかなと思って、うん、靴屋見に行って、うん、いろいろ見て選んでるうちに、うん、あれ、なんかこれも欲しいし、これも欲しいな、こっちも欲しいかもみたいなのに気づいたんだよね。そこからかもしれない。なるほど。あんまスニーカーってちゃんとしたものを買おうと思ったことがそれまでなかったんだけど、うん、でいろんなの履いてみたら履き心地とかも全然違うし、うん、デザインとかも全然違うし、うん、っていうことに気づいた、うん、俺それ気づいたの最近だよ遅いな。履き心地は全然違う全然違うよ俺結構ね、今いろんなメーカーからいろんな種類のものが出てるからね。へー、本当にいっぱいあるから今スニーカー。なるほど、うん、なんなら普通に買えないのとかもあるよ、プレミアがつきすぎてって。あのね、抽選販売っていうのが多い。マジ？実は今スニーカーって、まあ、普通に例えば、まあ、ABC マートとかいろんなとこにあるよね、うん、じゃあそういうとことかに行って買えるものもあるけど、うん、そうじゃなくて靴の専門店みたいなところに行って、うんうん、そこの、まあ、店頭に並んだり、そのネットでの事前申し込みとかで買わなきゃいけないものもあるし、うんうん、さらに言うと靴を買うために靴が必要なこともある。っていうのは転売防止のためにきちんと靴が好きな人にしか売りませんよ、だから、このメーカーのこの靴を履いてきた人にだけ販売しますっていう、靴を買うためのドレスコードが必要なことがある。何それ、かっこいい、すげえ。すごいんだよ今靴って、めちゃくちゃすごいんだよスニーカーって。実は仕入れるその話、すごいんだよ、買えないんだよ普通にでもそれでもやっぱ欲しい人はちゃんと買うし、いや、買いに行くの勧められたのも絶対いい靴だから買って損もないだろうし、そうだからね、その靴の販売の時とかにこう足元とかを写した写真とかをね、ツイッターに上げる方がいらっしゃるんだけど、そうするとこう並んでる列のこう足元が全部同じなるほど、うん、写真とかそこだけは全員一緒なんだよ。そうとかが上がってて、すごいスニーカー好きって今多いんだよ。そうなんだね、めちゃくちゃ。わかりました、うん、じゃあせっかくなので、はいはいはい、そんな敦の、うん、ご自慢の、はい、靴をちょっと何足か教えていただきたいんですが、はい、写真をね、私持ってきました。持ってきてくださった、ありがとうございます。写真見れますかね、今ね。あ、まずこれね、はい、これはナイキなんだけど、うん、エアフォースワンっていう、はい、すごくこう昔からあるメジャーな型があるんだけど、うんうん、それの中でも割とデザインが変わっているモデルで、うん、ちょっとまあ皆さんちょっと画像の方が多分見えてる、はい、見てると思うんですけど、まずそのこのナイキのマークがこうずれてる、うん、あ、これがマークなのか。そう、それナイキのマークサイドにあるやつ。へえ。っていうのと、あと左右でかかとの部分の色が赤と青で違う、うん、もうデザインとしては本当これだけの違いなんだけど、うんうん、結構ねシンプルなデザインの中にちょっとこう普通とは違う部分とかがあるっていうスニーカーが好きで、うんうん、もうその中でもこれはかなりお気に入りの一足。でも最近さ、こういうのたまに見る。そうそうそう、前はさ、なんかちょっと左右違うよって真面目に言われてだけど、最近はもうこういうのがちゃんと
全然やりつつあるとは思ってる。そう、これ赤赤じゃなくて赤青の状態でもちろん売ってます。うん、そう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 。なんでこういうのを本当に集めるのがすごい好きで、だからベーシックだからなんか形が変わりすぎてて履きにくいっていうこともないし、はいはい、でも人とちょっと違うところが出せる。はあ、うん。だからベーシックの中にちょっとだけアクセントが入ってるスニーカーっていうのがすごく好き。へえ。はい。なるほど。うん。これはだからもう本当に履きやすくもあるしデザイン的にも本当お気に入り、うん、なるほど。やっぱナイキってやっぱ、うん、どっちかというと運動靴みたいな。まあそうだね、あのランニングとかもね、うん、あるしね。だから履きやすさ、うん、歩きやすさは絶対にあるある機械値だと思うけど、うん、そこデザインも今こんなのがあるんだね。そう、いろんなタイプがある中のこれはエアフォースワンっていうエアフォースタイプだね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて2個目、これはこれも結構メジャーなもので、うん、あのリーボックなんだけど、はい、あのね、これはメゾンキツネっていうアパレルブランドとのコラボシューズで限定500足出た限定、そう500足しか売ってなかったからこれ結構レア。500分の1をゲットしたと。した、すげー。これも左右で色が配色が違って、うん、赤と青のところが全部逆なんだ ね。そう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 、え、おしゃれ。これもねかなり歩きやすくて、うん、割と人気な、まあ、あの型としてはもうめちゃくちゃメジャーな、うん、結構履いてる人も多分多いと思う、うん、え、これあれここ押すと空気が入る。あ、そう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 、空気圧で、うん、あのちょっとこう締め付けとかを調整できるから、はい、少し緩めのやつを買ったとしても空気を入れればきつくできるし、うん、ちょっときついなと思ったらその空気を抜けば緩くなるしっていうので少しだけサイズの調整ができます。これは、あ、なるほど、うん、いや、これもいい。なんかシンプルなんだけど、うん、すごいデザイン性があって、そう素敵だな。これはなかなか、これはもう多分今買えないから、なんかそういうレアなものがね、売ってるお店とかじゃなくて、多分買えない一品。なるほど。だね。わかりました。そしてもう一足ある。はい、次3。これは、うん、あの、僕もともとそのスニーカーが好きになった一番最初の理由がニューバランスで、うんはいはい、でそのニューバランスの中でこれは1400というタイプなの、うん、なんかニューバランスはこのエアフォースワンみたいな名前とかじゃなくて数字でジャンル分けがされてて996574400みたいな、その中でこれは1400っていうなんか履きかなり履きやすいタイプかな、これは。でもかかとの方とか見てもらえばちょっと分かるんだけど、もう破けてて、そうだね、めちゃくちゃ履きまくってすごいもう破けてるぐらいのスニーカーにはなるんだけど、うん、これが実際今もう廃盤になっちゃいまして。なるほど。履けないんだよね、もう買えないの。新しいの買い直してもいいな、全く同じデザインのと思ったんだけど、うん、なんかね、1年前とか2年前に廃盤になっちゃった。ああ、なるほどね。いや、すっごい履きやすくてめちゃくちゃおすすめだったんだけど、これはなんかニューバランスがいろんなメーカーの中で自分は一番こう地面感を感じないというか、あ、こうなんて言っていいかわかんないんですけど、そのあのソールね、はいはい、あの底の部分が硬かったりするとこう地面のアスファルトの硬さとかが結構伝わってきちゃう、うん、足の裏に、うん、それが一番少ないのが僕はニューバランスだと思っている、うん、履きやすさで言うならニューバランスを買うべきだと思ってる。なるほど。そう、勉強になる。まあ、あとはその各々の足の形とか、うんうんうん、例えば日本人の足の幅だったら大体このメーカーが合うとかってあって、うん、やっぱ海外メーカーって細身が多くて、うんうん、そうそう、アディダスとかのスタンスミスとか、うん、あとバンズとかだと結構横幅が狭いから、うんはいはいはい、横広の人だとちょっともしかしたら合いづらいかもとか、うんうん、そうね、そういろいろあるんだよ靴はさ、まあ、俺もなんか見るのは好きで、うんうんうん、結構かっこいいなと思うんだけど、うんうん、いかんせん僕足のサイズが、はい、あの 24.5 って男の中ではだいぶ小さくて、ああいう靴絶対履けないの。あ、なるほどね。ほぼユニセックスのそのニューバランス、ナイキ、アディダス、まあもしかしたらで、いや、もう逆に言うとでもレディース限定モデルもあるから、あー、でもそれは考え、あ、でもね、レディースはレディースでちょっと横が今度は狭すぎる。まあね、そう、そもそも形の作り違うからね。そうなん、うん、っていうのもあってやっぱ選べないからこそ、はいはい、なんかあんまり興味持ちたくないっていう風に思っちゃったことはあって、まあ、近年は割とサイズも豊富にも出てきてはいるかな、うん、割と、うん、そうね、はい、まあ、そして僕がと1個ですね、はい、まあおすすめのスニーカーというのを小林に、はい、選んできました。まあで、はい、これおすすめするね理由ね、はい、
ちょっとどういうところでかっこいいなのかとか、履きやすいなのかとか、何でおすすめしようと迷ったら、まあちょっとじゃあ見てもらいましょう。はい、じゃあちょっとお願いします。はい。でん。これ見たこと、これ見たことあるでしょ。はい、コンバースのハイカット。はい。そう、コンバースのハイカット。これ多分知らない人なかなかいない。うんうん、多分見てくださってる人も。ただこれ、アメ用です。これ。これ、レインシューズです。へー。実は。なんか、あの今スニーカーも本当に、うん、あの普通の革とかになってから、うん、大して見た目が変わらないレインシューズっていうのがいろいろ出てて、うん、はい、まあ、その中でもコンバースはあのゴアテックスっていう、うん、あの水が浸透しない素材を使ったレインシューズを販売していて、だから例えばいかにもな、ね、レインシューズとかこう、うん、履いて出歩くのでちょっとなとか、はい、まあ、あと僕らは関係ないけど、うん、会社とかにね、うん、いかにもな、なんかレインシューズ履いていくのとか、ね、ちょっとなこの場面によってなんかそぐわないなみたいなこともある場合、はい、こういうスニーカータイプもあるし、なんならビジネスシューズと見た目が変わらないレインシューズも今はあったりするから、まさか例えば、まあ、今日もちょっと天気悪いじゃない、うん、今 ね、 ね、そういう時とか、まあ、梅雨の時期、台風の時期、まあ、普通に雨の時にこれが履ける。買いましょう、はい、買ってください。買います。そしてその他のスニーカーは雨の日は絶対に履かないでほしい、うん、あ、もうこれ一点張りで雨の日は使って、そう、なんかそれはね、僕も反省しなきゃと思うことは多々あります。あの雨の日にスニーカーを履くと晴れた日に歩く分の1週間分だか2週間分だか劣化するって言われてて、めちゃくちゃ劣化が早まっちゃうから、そうなんだ、ね、そう、雨の日は履かないでください、皆さん。あ、ダメですよ、絶対ダメですよ、はい、淳の圧がすごいです、はい、いやでもね、正直欲しいと思ってた、その雨用のやつ、うん、でもそう、やっぱ大体全部ね、うん、なんかごっつくて、そうだね、いかに持ってるのが多かったか、多いから、まあこの靴だったら多分どんな服でも大体合うと思うから、はい、うん、分かりました。これはぜひおすすめ、皆さんにもおすすめです。うん、これはいいもの教えてもらってありがとうございます。いえいえいえ、はい、ということで、まあ、今回は靴の話をしてもらいましたが、話しすぎましたね。はい、いや全然全然あとでもうちょっと詳しく聞きたい。なんか次回は、はい、なんとさらにもう一つ、うん、これが一番上の趣味であろうというものを、いやだと思う多分、はい、お話しいただけるそうなので、はい、話します、話しすぎます、はい、もう今までで一番熱い淳が見れる楽しみにしていてください。はい、はい、ということで、小林バクはの範囲のために皆さんからは感想お待ちしております。ツイートなどいろいろしてください。お願いします。はい、そして YouTube と、ニコニコで配信されているニジスタチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。お願いします。それでは大名の者たちも、またバイ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 。